2020年の5月の27日、水曜日、時刻が8時半ということでね、朝っぱらです。昨日の夜雨降ったみたいでね、結構まだ地面とか濡れてるんですけども、今日はなんでこんな早い時間にやってるかというと、通院日ということで、はい、2ヶ月ぶりに、病院に来て、いつもの場所で、大体恒例になってますけどね、やるというね、そういう感じで、まだ8時ですからね、誰もいないかと思ったら結構人いたりするんだけどね、ということで、今日はでも天気はいいみたいなんだよね。あとは風があるかどうかの問題なんですけども、風に関してはね、実は前回、2日ぐらい前ですかね、多摩川べりでやってきたんですけどもね、ボツ多摩川でやるときは本当ボツが多くてね、しょうがねえなみたいなね、そんな感じで、行ったことは行ったんですけどね、っていうかもうすごいこう時間というかね、歩いたよ距離を、でもそんな感じでね、ちょっとガクって感じですけども、そんなもんでございますわね。やっぱり外でやるとね、どうしても風があるから、部屋の中だと今度風がないけどね、だからやりやすいっちゃやりやすいんだけども、あれですよ、録画配信の方もね、やらないと、そのうちツイキャスだらけになっちゃうとね、またどうかという感じもするんでね、ツイキャスはおかげさまで、ここ2週間と昨日が、2日目か、一応フルマークで、月金、で、19時から21時までの間の30分、がっつりいっております。あっという間の30分ですからね、録画配信の、42、3分とね、ちょっとたかだか12、3分の違いなんだけど、どこが違うのかな、やっぱり目的地を探してっていうね、そういうことがちょっときついかな。要するにその配信ジプシーですからね、本当に、特にね、コロナからも公演がもうたまり場になってて、ね、学校休んだらみんな公演だと、ね、そんな感じで子どもたちが大騒ぎしてて、やっぱり先生いないとダメなんじゃない？なぜかったら、度合いがさ、もうほとんど狂気だよ。もう悲鳴の連続、ギヤーグワードワーベラーみたいなね、もう悲鳴の連続でね、おちおち公園にも入れないみたいなね、本当にね、やっぱり先生がいて、お前らうるさいぞとか言えばいいけど、ね、ジジイがうるせえんだよとか言ったら、ね、それこそフルボッコになっちゃうよね、何とか言ってね、小学1年生にね、殴られたりしてね、だって向こうは数が多いね、多勢に無勢だからね、数が多いからね、もう10人ぐらいにさ、馬乗りになられた日にはさすがにね、大人でも動けねえよ、なんかね、ほんとそんな感じで、ガキは怖いぞね、やっぱりほら、いろんな事件とかもさ、ガキの事件があってね、こいつらまだ世間知らないからって、世間知らないから人殺していいってもんでもねえだろっていうね、そういうことはあるけどね、それは例えば世間がちゃんと教えてねえだろうっていうね、変なことばっかり教えててね、僕のこと教えないとね、でだ逆にすりゃいいんだよ、変なことばっかり学校で教えて、ちゃんとしたことはね教えなければ、逆に言うとちゃんとしたことをね、おい、人と会って、握手するんだってよってね、名刺交換するんだぜっていう、いやそんなこと知らなかったよ、だって言ってねえじゃんってね、なんか俺ら学校の先生に聞いたら、とにかくなんか言ってるやつにガンつけてみたいなねだからそのなんか学校で教えないことは蜜の味みたいなね、なんかこうね、だから学校でね、フリーセックスとかガンガンね、小学生の時代から教えてね、やれやれやれとか言っててね、でそうするとなんかこうね、
あのプライベートで、ね、やっちゃいけないんじゃないかとかねそれがね、あのなんかちょっとこう、ね、内緒の話はあのねのねだから、意外といいなみたいなね、そんな感じになる可能性だってあるかもしれないぞっていうね、まあ、そういうことだけ、ただそれだけなんだけど、まあ、とにかくガキがうるさくて、うん、あとやっぱり、大きな町はね、やっぱりその特に急速に発展した町っていうのはやっぱりあの土地がないんでね、結局グラウンドとかなんとかがないんだよ。でそこでこうなんていうね、人がいっぱい集まってガキがいっぱいできてくるとね、やっぱりグラウンドなんかが当然必要なんだけどもね、そこがねないもんで、でまあそれでもやっぱりあの保育園とかさね、そういうもの、幼稚園もそうだけど、やっぱりね、だから昔の多分法律かなんかの本ではやっぱりあの解消するときにグラウンドとかそういうものがね、あのなければさ、やっぱりあの結構まずいんじゃないのみたいなね、そういう規則があったと思うんだよ。でそれがもうなんていうかな、そういうあの現実に即さなくなって、じゃあ公園でみたいなね、うん、でまあ公園にさ、あの荷馬車みたいなのにさ子供乗せてさね、まあ本当ガキの幼児みたいな感じの子供をさ何人も乗せてさ、ゴロ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 歩道を引っ張って歩いてさ、で公園に着いてそこで遊ばせてまた戻ってくるみたいなね、でもあの近くに公園があるからなんとか良かったみたいなね、だから本来の公園の意味というものが全然なんかね、あのおかしくなってるっていう、そんな感じもしないではないけども、まあとにかくね、学校が休みになったら子どもたち行く場所がないっていうのがすごかったな。当然だからあの家庭もね、やっぱりあの、お父さんもお母さんも仕事してるからね、自分一人になっちゃうからね。だから子どもがやっぱり、一人になって家の中にいるっていうのはやっぱりしんどいかな。まあ大人でもね、やっぱりしんどいかもしれないね。孤独とかね、そういうのってしんどいかもしれないけど、子供だったらもっとしんどいかもしれないな。あと飯の心配とかさね、大人だったら例えば一人でさね、なんかこう時間潰してしょうがねえなーってビールをスパーンと開けるとかさね、酔っ払っちゃうぞとかね、そういうのあるけど、子供酔っ払ってね、あのフラフラしてたらこれはもう事件ですからね、もう完全にね。まあそれがいいのか悪いのかってちょっと分かんないんだけどね、いいかもしれないし悪いかもしれないし、酔っ払ってフラフラするのは子供がね。だからあの規則のないとこなんてあれだよね、あの、いろんな地域でもう7歳とか8歳の子供が平気でタバコ吸ってたりとかさね、そんなのいっぱいあるじゃない。でね、この国はね、タバコは20歳になってからとか言ってね、そうやって規制するからさ、その前に大半のやつが吸うんだよ。ね、で挙句の果てにはね、タバコはダメだっていうね、ダメならダメななりでちゃんとだからやれよって話なんだよね。だからタバコがいけません、タバコは禁止ですって言うんだったら、まず専売公社潰しましょうね。だってタバコ売ってるんだから、売ってる以上はさ、それも正規で売ってるんだからね、あの麻薬とかそういうのと違うんだからさ、こっそり売ってりゃそれはさ闇のあれだけども、まともにさ、でさらにその上にさ税金も乗っかってんだからね、でタバコが悪いって言ってタバコ吸うなって言って、でタバコ売ってんだから、この矛盾ね、あまりにもひどくないかっていうね。あのだね、俺もタバコ吸ってたからさ、で今のところもうかなり1年以上タバコ吸ってないけども、また吸うかもしれないけれどもね、まあ、タバコ吸わない身にしても普通に考えてておかしな話だよね。是々非々で言っても違うし、理論的に言ってもね、まあ、ただね、経済的な面でどうかっていうのと、健康的な面でどうかっていうのは全然チェックする方角が違うから、当たりが違うからね。だからそういう矛盾生まれてもいいんだけども、矛盾するんだったら矛盾なりにやっぱりちゃんと考えなきゃね。だからそれを考えないで片方の方からタバコダメですってアウトにするんだったら、タバコ売るなとね、全部ダメなんだろうっていうね、まあ、そういう話になってくるんだけど、そんな話をねゴロゴロやっててもしょうがないなという感じですよね。
まあでとにかくね、そういう意味で、早朝から風がちょっと強くなってきたかな、早朝からね、こうやって病院で、実は先月にね一回予約があったんですけどもね、一応絶好調の時でね、コロナが絶好調の時で、でそれで、一応その予約が6月に伸びちゃってね、で5月は5月でまたやっぱり同じ病気のやつなんですけども、そっちの方で、って今日来たのね、うん、でそれはいいんだけども検査とかがねないの。びっくりした。俺もねいつも検査やって、検査の結果で先生が、少し良くなってるとか悪くなってるって言うからね、まあそうだなと思っててさ、ね、で今日行ってみたら、要するにその面談だけなんだよね、うん、でそれで慌てちゃってさね、だってね検査もないのに、要するにその今のだから体の状態の数値がないのに、面談かよっていうね、そういうのもあってね、一応聞いたんですよ、ね、ただやっぱりまあ、コンピューターだね本当にね、いや書いてないものは書いてないんでしょっていう話なんだよ。だからいやこれでいいんじゃないのっていう話でね、あじゃあやっぱり、データの中では、あれはなしかとね。でたまたま5月じゃないや4月のねその面談っていうのが、今回初めてだったんだよ。だからそれでね先生もとっちらかっちゃったのかもしれないしね。あだから要するに手術をどうしようかっていうそういう話でね、初めて、ね、だから手術がある意味現実味を帯びてきたっていうかね、いやというかやっぱり手術はねせんといかんなとは思ってたんだよね、だからまあそれはあれなんだけど、まだとりあえず元気だからね、うん、だからやっぱりね切ったりするとさ、やっぱりそれなりにねいろいろ出てくるじゃないですか。だからやっぱり、それはないなというね、まあそういう感じで、ねいたんですけども、一応だからチェックとかそういう意味で、まあとりあえず最初にねどんなもんかってことで、とりあえずもうね、1年ぐらいいるんだから、先生に聞いてきたらってことで、あいやまだ今年はちょっとねコロナもいろいろあるし、もうちょっときつい、いやもう少しとか言って思ってたんだけどね、じゃあとりあえずっていう話で5月じゃない4月にね、やるつもりだったんだけど、それがまあコロナで伸びてね、でいつもの先生の今日は面談なんですけど、うん、いやでもやっぱりあれだよね、もう先月あたりはビビってたな、はっきり言って、病院ってのはさ健康な人が多分いないんでしょ多分ね。でコロナの人がいるかどうかは分からないけども、可能性はあるわけでしょ。で体悪くなきゃ病院来ないんだから、そこに行くかってね、体の悪いおいらがさらにそこに行くかみたいなね、うん、できればねなんかある程度落ち着くまでとかって思ってたんだけどね。で、ま、なんかこう先生から電話もらって、延期したいんだけど、ああ結構毛だらけ猫灰だらけですね、ねえ、もう便秘になったら干潮しましょうみたいなそんな感じで、まあとりあえずはね、それはクリアして、だから結局6月の下旬ぐらいかにその話になって、で今日はまあそうじゃないね、体のコンディションがどうなのかっていうそこの部分なんだけどさ、うん、で結局採血とかを普通やってからあね、面談待つんだけど、その時間がスパッと空いちゃってね、うん、だから8時半、8時半ったらねやっぱり採血やってる時間なんだよ。で、それがまあ大体すぐ終わるから9時から10時、まあ10時面談なんですけども、その間にね、もうハラハラドキドキのごまかしくんですよね、今日はどういうふうになるんだろうな、体の調子は良くなってるのかな悪くなってるのかな、今月はね、頑張ったんだけどねとかね、まあ、いろいろそんなことがあって、で、先生が数値見て、うん、まあこんなもんじゃないのって言ってホッとするんだよね、別に熱くなるわけじゃない、熱出るわけじゃないし、
まあそんな感じでいるんですけどね。今日はだからね、でもどっちにしろ薬とかないからね。でまあ別に薬飲みたくないんですけど、やっぱりね飲まないとダメだっていう、そういうね、なんかやっぱりね、医療もね、なんていうか、やっぱり医療もやっぱり、経営とかね、やっぱりいろんなそういう経済的な絡みもあるからよくわかんないんだよね。単にさ、命がどうしたこうしたっていう問題では、問題ではなさそうだよね。こうやって病院とか見てるとね、なんかあんまりね病院行きたくないんだよ。で要するに、なんかねごちゃ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 してね、いや本当に単純に、体が良くなって、っていうんだったら分かるんだけど、切ったり貼ったりでしょ。手術っていうのがさ、本当にこうなんていうかな、まあすごいよく分かるのは、悪いとこ取っちゃえとね、悪いやつはもうやっつけちゃえっていう、それはねある意味すごいよく分かるんだけどね、特に悪いやつを切っちゃえって話になると、いい、ね、そこに昔はいいものがあったはずなんだけど、それ切っちゃったらやっぱりね、やっぱりそれで体の動きも遅くなるしみたいな、そんなことでね、あんまりだから良しとしないわけですよこっちはね。でだからできるだけ、薬とか、あとね、まあ年食ってくるとそういう治癒力みたいなものがさ、だんだんね、なくなってくるんだろうと思うけどね、自分で、こう安静にしてたり、のんびりしてたり、うまいもの食って栄養つけたりなんなりしたら、少しは自分の中で、自助努力で、良くなっていくとかね。やっぱり年食ってくるとなかなか難しいって部分あるんだけどさ、だけどやっぱりそういうんでまだいけるんじゃないのっていうか、なんかねやっぱり、あとあのの脳みそと肉体は違うのかもしれないけど、脳みその方がまだ元気なんだよとりあえず。でもとりあえず元気なんだけど、最近物忘れがひどいかなっていうか、ちょっとやばいなみたいなね。今日も朝一でね、診察券どこ行ったっていうね、野に咲く花をってね、そういうね、花はどこ行ったって歌がありますけどね。それでまあちょっとドキッドキッしちゃってね、本当にね、まあ、そういうことが最近ちょっと結構あって、ボケてきたかなっていうかね。なんかこう例えばそのボケるっていうよりも注意力が散漫になるんだよね。もういいやこんなもんだみたいなね。そしたらそこにロケット飛んできたりとかね、多分そんなことだと思うんだよ。まだその記憶がほとんどなくなるとか、そういうことではないと思うんだよ今のところね。飛んじゃうみたいなね、なんだろう、どこだ、なんでもう持ってたよね俺ね、ちょっと待って、あそこに行ったから、じゃあ今から取っ帰っても、そんなに時間空いてないからすぐ戻ると、そしたらなんかそこにあったりしてねとかね、そんなまあ感じなんだけど、やっぱりダメだよねはっきり言ってね。若い時とだから、そういうところで若い時比べちゃってさ、若い時はバリバリですもんね。どこに何があろうともう一発でわかるしさね、自分のあれだよね、1日先ぐらいのことなんかもう本当にもう前日に分かってるもんね。もうすごいですよこのなんていうかパワーっていうのはね。明日は何をするなんていうのはね、もう本当にちゃんと理解してますもんね。あれはすごいね。明日は明日新宿とかね、とか言って、そんな新宿なんか行くわけないじゃないでしょ、ないんじゃないのって聞いたら、いや新宿にちょっと用事があってとかね。そりゃ別に何でもないんだけど、ただやっぱり用事通り動いてるって、予定通り動いてる、スケジュール的に動いてるって、ただそれだけ残ってしょっていうね。いやでもやっぱり明日が見えるよね、確かに見えるかもしれないよな。明日新宿行くんだよって新宿行ったら、それはね、昨日からしてみれば、昨日は今日の明日ね、いいのか、昨日は昨日は今日の昨日だよな。だから今日は昨日の、今日は明日の昨日だよな。わからんな本当にね。だからそういうね、めんどくさいね、世の中いかんのですね。なんか知らないけど、いつまでたってもマスクで騒いでるようなね、世の中いかんのですよ。まだ送ってこないところいっぱいあるみたいだけどね。
裾野でもうマスク売ってるもんな、値段安くな。どうしちゃったんや本当にな、もうな。うーんね、なんでこんな不要のものをさ、もうもったいぶってね、配らなきゃいけないのって。やっぱりこのそのなんていうの、やっぱ欲しいものちゃんと配ってよなってね。でマスク配ってるのはいいんだけど、じゃ あの10万円って話はどうなったんだっていうね。一時に早い時になんかその申し込み書みたいの来たらしいよね。で一体申し込み書って何なんだっていう感じはとてもするよな。で欲しいなね、10万円欲しいかイエーイみたいな、そんな感じなのかさ。ね、だってもう10万円あんたに10万円出すよって言ったら、あとはまあ振り込み先っつうかね、10万円どうする、手渡しするか、それとも振り込みするかみたいなね、そんなことだけだもんね、やるべきはさね。だから逆に言うと、何月何日に、ね、区役所で、お支払いしますので来てくださいっていうか、何月何日に、日本銀行で振り込みますっていうのがどっちかだよな。そんだけのことなんで、なんでなんかね。で、その申し込み用紙見てたら、どうもいらないっていう箇所もあるみたいでね、今回はいりませんっていうのがあって、それがね、なんか知らないけどすぐチェックできるようなところに置いてあるらしいんですよ、ね、だから絶対にチェックしちゃいけません、これチェックしたら10万円もらえないよってね。 だからどこまで立ってもどこまで取っても配りたくないのかとかさ、むしろね、堂々ともらって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 って言った方がよっぽどね、なんかこういいような気がするよっていうか、人気出てくると思うよ。あ、もう10万円そうだよ、だから 10万円を配って、あと5人に1人にもう10万円もらえるとかな。だったらあれかね、10万2000円ずつ配った方がいいか、10万いくらだ、ね、そんだけ配った方がいいのか、どっちがいいか、ね、みんなに渡るっていうかね。だからさ、それもそうだしさ、結局税金の取り過ぎだろ、早い話が、ね。いや他にも使うとこあるんだけど、今大変だから10万円くれ、あげるよっていう言い方もあるけども、でもやっぱりそれだけ取ってるからそういうことできるわけであってね、それ考えれば、10万円取りすぎだろ、10万円じゃなくて税金取りすぎなんじゃないかっていうね、そういう考えも、ね、いや昔の南春夫さんみたいにね、私は税金たくさん払いたい、それが国のためだし皆さんのためですから、お客様は神様ですってね、だったら今回の10万円みたいに南先生がね、本当にね、広まで眺めた月はとか言いながらみんな配って歩けばいいのにね。そうするともう神様は仏様は南様になっちゃうよね。まあそれはそれでいいんだけどさ、だから何なんだっていう話も当然あってね、だから本当にしょうがないんだけども、まあでも そういうふうにね、世の中をもう少しこうね、だからその良くするっていうイメージだよね、そこが問題だよね。だからおかしなことがないだけでも、要するにそのなんかね、これをしてあれをしてっていう、それでなんかほら良かったねっていうんじゃなくて、何もしなくてもよ、悪いことが起きないっていうのも一つの良くする方法だからね。見えないけどさ、ね、見えないけどやっぱりすごいこう大切なことでさ、ね、それにはやっぱり金もかかるだろうっていうね、そういうことってあるしね。だからそこら辺のことだよな、早い話がな。だから良くすることに金かけるんだったら全然問題ないし、で一人一人のために金かけるんだったら問題ないし、だけど何かわけわかんなくてね、マスクみたいにね、もう使えないようなものを送ってきて、良くなったでしょったってどこがってね、マスクだってこんなもんね、わざわざ送ってきてあだこうだで金かけてやるよりももう今買えるからだってね、そんな感じでしょ。
だからタイミング的にも間違ってるし、だいたい不足になるってこと自体がもうすでにね、コントロール不可能っていうことでしょ。ね、あんだけだから台風に備えてさ、ね、常備品をいろいろ缶詰だなんなの買ってね、準備しときましょうとかって言っててさ、自分らがそういう、ね、不足の事態になった時に何もしてなかったっていうさ、結局そういうことでしょ。で、早い話がマスクだけじゃなくて防護服も体温計もだからなくなって、あげくの果てにね、食い物だってね、納豆とか全然ないしね、まるでいつか来た道あの時代だよっていう、そういう感じじゃないですか。だからね、結局そういう時代にはなりたくないから、みんな一生懸命いろいろやってきてさ、ね、ここまで来たんでしょ多分ね。それなのになんでさ、だからやろうと思えばいくらでもできることなんだよ、できたことなんだよ、だけどなんでやってないのっていう話だね。でそれであっち行ってはお金ばらまいてきてね、あははっつって、こっち行ってきてはばらまいて、あははって、友達友達とか言っててね、分かってないね、金の切れ目が縁の切れ目っていう有名なことわざもあるしね、全然分かってないじゃないですか、そういうことね。なんか困ったもんだなっていうね、そういう感じがして、まあこうやって考える僕なんかはやっぱり少数派だからもう仕方がないんですけどね、でもやっぱりなんかいろいろな面でおかしいなっていう感じは、おいおいおいお前何やってんだってね、本当おかしいなって感じはね、よくしてます。でね、簡単なもんじゃないんですよ、これ元に戻すっていうのはね。最低でもね、政権交代、最低でね、だって頭だけ変わったってさ、ね、全然ダメでしょ、早い話は。だってなんだっけ、法務大臣、特に法務大臣ひどいけどさ、歴代の法務大臣ってひどいけど、なんかおかしな人ばっかりだもんね。なんかお弁当がどうしたとかさ、お弁当を持ってて、ビール持ってたら、いいんだけども、変なもの持ってたらダメだとかね、なんかわけのわかんないね、隣の家がね、火事になってるからね、海を渡ってね、助けに行くんですっていうね、そんな話もあったしね、もう本当にこう、なんでっていうことだらけなんでね、やっぱりそれはもう元からね、ゴキブリホイホイと一緒ですよ、ね、ゴキブリホイホイだっけ、なんだっけ、臭い匂いは元から立たなきゃダメっていうの、それと一緒で、ね、元を立たないことにはね、頭を取り替えただけではね、さようならだけじゃねダメだと思いますよ。ただそこまでの力がね、ないからね、本当にね、まあ、なんだか本当はね、そういう人たちもいっぱいいるんだけどさ、もうそういう人たちがもう今までこう見えないように見えないようにされてくるみたいなね、そういう部分っていうのがあってね、まあしょうがねえなとかって、でもやっぱり違うよっていう話はいつもはね、ブツブツやってたわけですけども、まあしょうがないな。まあそんな話でね、まあこれも終わって、ですからね、やっぱりね、話がもう元にかなり戻りますけどね、まあそういうなんていうの、危機的ななんかこうやばい状況の時を終わってこうね、今こういう状況になってるわけですよ。それで、今日ね、お医者さんにね来たんだけども、ただね、やっぱりね、コロナの自粛の時期というのはね、本当ある意味ね、お家にステイホームとかいうね、お家にいようってことでしょ。でお家にいるとね、やたらすることがないんだよな、することがあってもさ、もう密室の中でこじこじやってるわけですよ。でそうすると運動ができないからね、外に動かないからね、太るで当然だから太れば調子悪くなるしね、体重とかさね、そういうのでね、でなんか俺もなんか最近調子悪いな、でもやっぱり変なもんばっかり、変なもんっておかしいけど、やっぱりグレーゾーンなものばっかり食ってるしね、だから血糖値高いようなものとかさ、食ってたり、塩分なんかもやっぱり
そんなに塩分って入ってないよねって自分に言い聞かせながら、そんなに入ってない塩分のものをたくさん食ってたりとかね、そんなことでさ、なんか調子悪いなと思って気がついてみれば、あれなんで体重こんなに増えてんだよ、2キロぐらい増えたかな、そうなんだよ。だから65ぐらいまで行ってたんですけどね、今67ぐらいになっちゃった。でにやっぱりそうなんだよね、体重ってちょっとある程度のところまで行くとさ、ちょっと増えただけで相当なんかヘビーやばいんですよ、だからそんな感じでね、もう参ったなとかって思ってね、これはよっぽど調子悪いな、よっぽど調子悪くなってるなと、コンディションが悪いよねっていう、そういう感じがあってね。ただ、それまでの時期っていうのが本当にこういろいろね、塩分控えめとかね、糖分食わねえとかな、ね、糖分食わねえっていうね、絶食かよお前とかね、まあ、そんな感じでねやってたんですよ、それがちょっと緩んでね、で、気がついてみれば、ほら万歩計とかね、やっぱりちょっと体重減らすときにね、やっぱりこの一つの証拠と、見える証拠として、いいのかなと思ってさ、万歩計とかね、買ってきて、ね、つけたんですけども、で、そのときにね、サクサク動いてたんだよね、なぜかね。そして取説見たらさ、そのなんていうの、数字の上がる感度、ね、それをね、早い方にしてますって書いてあったのね。で、なんで早い方にしてるかっていうと、数字が上がるから。ちょっとした見栄えなんだよ。ちょっとしか歩いてないのに、数字が、なんでこんなに、ちょっとしか歩いてないのに、もう2000歩歩いたんだってっていう、そこはね、やっぱり一つのこう、精神的なものなんでしょうかね。で、あまりにも上がるんでね、一番ね、ロータイプにしたんですよ。全然増えないんだよ。で、やっぱりそれで正解だと思うんだよね。歩くというのにもやっぱりドラマがあるとね。なんで私は1万歩を歩くようになったのかっていうドラマはやっぱりそんな簡単にねできないと、そうするとやっぱり普通1万歩いかないぐらいの設定にしといた方が絶対いいからとかね、勝手に思ってねやってたら全然いかねえんだよ。一月にね1回ぐらいしかいかないのね。それまでは普通に歩いててさ、今日はちょっと歩いたなと思ったら、はい1万3000歩ですとかね、そんな感じだったんだけどね、全然ダメなんだよ。で、1ヶ月に1回ぐらいしか1万歩いかないからさ、しょうがねえなと思ってね。で、コロナになったらひどいの、家の中にいるからね、100歩とかね、そんなばっかりなんだよ。で、ちょっと買い物行ったら1500とか2500とかね、そんな感じ行くんだけどもね、これじゃやっぱりやばいなと思ってね、季節も良くなってきたから散歩の日とかね、作って、まあその日はもう本当にもう朝からずっと歩き回りでね、ウォークドントランね、走るな歩けっていうね、そんな感じで、1日ぐらいね、1万歩ぐらい行くの作ろうかな、1週間のうちでとかって思っててさ、でも天気悪くなっちゃってさ、ね、全然行けたもんじゃないんだけど、まあまあそれでもね、今月は2回か、で、この前だから玉川行ったよ、ボツになった、ごまかしくんボツになった時が1万7000ぐらい行ってね、そうするとね、やっぱり相当体的にはダメージあるんだけど、やっぱりいい感じになるよね、体がね、なんかこうだるいとかね、もう何もしたくないとかね、ぼーっとしてる雰囲気が消えて、まあ多少ねちょっと疲れたな、ぐちゃーみたいな感じはあるんだけど、まあいいよね。で、これがやっぱり慣れになればなるほどさ、結構いいんじゃないかなって、そんなこと考えたりもするんだけどさ、じゃあそういうなんていうの、自助努力ってやつだよね、病気に対してね。で、要するに完璧にやっぱ手術したりなんなりしないとね、荒療治しないと治らないみたいだけども、治らないっていうかね、荒療治してやっとまともな数値になるってことかな、だからまあそれは仕方ないんだけど、なるべくね、
元気でそういうふうに元気でいる間は手術したくないんでね、もう長い目長い目伸ばし伸ばしでよろしくお願いしますみたいな感じなんだけど、でもなんだかんだってもう1年超えてますからね、ここもね、恒例によって今まで1回もぼつってないですもんね、ここでやるときは。で、持っていってしまえばそういう病院の日以外でもここでやるときがあるとね、本当にね、そういう面では結構お気に入りの場所であるというね、そういう感じでね。ただやっぱりコロナが出てくるとやっぱ怖いよね。まあマスクもマスクだけども、なんかね、病院は本当ね、コロナじゃなくてもね、変な病気がうつるようなっていうかな、それはやっぱり病院の方もちゃんとやってくれてるんで、まずないだろうけど、やっぱりコロナは何も分かんないですからね、俺らはね。そんな感じとかね。でも今日はね、だからそんな感じでちょっと時間がありすぎるんですね。今9時回りましたね、9時8分だって。私の予定が一応10時なんですよ、ね。ところがね、先生ってすごいやっぱり親身な先生でね、もうめっちゃめちゃ長いんだよね、面談が。だからね、大体12時ぐらいになっちゃうんだよね、10時の予定でもね。で、予約は10時なんだけど、10時に始まりませんみたいなね、そういうのがあってね。だからもうそれ予想しているんでね、10時はまあ無理だなと思うんだけど、受付っていうのはね、8時半から始まるんだって。面談の受付みたいなのがね、っていうかそのブースがね、だから8時半に行けば要するにトップ引けるって。でトップは9時だからね。で俺の待ち合わせ10時だから、そこに1時間あるでしょ。だからもう黙っててもね、定時ってことはほとんど1回だけかな、定時あったのは。あとは大体もう午前中っていうかもうお昼ぐらいの。でもまあこういう感じでね、今日は朝早く、でも昨日とか一昨日とかはね、本当に変な時間に起きちゃってね、1時とか2時とかに起きちゃってね。で結局ね、朝までねごちゃごちゃやっててね、どっちかというと非常にこう不安定な状況でね、だから結局もう10時ぐらいだったら眠くなっちゃうんだよな。本当だったらそのぐらいからさ、力が入ってなんか1つとか2つとかいろいろやることやらなきゃなって感じなんだけど、眠くなっちゃうんだよな。でそこで寝ちゃうと12時とかで、10時ぐらいだと12時ぐらいにね、うたた寝から回復されてきて、で12時に回復されたらね、もうあと寝れねえから、であとはだからもう布団の中でずっと 2,3 時間ね、もう目つぶってて、わ寝れねえ寝れねえってやって、そのうち寝るか、それとも起きてなんかごちゃごちゃやるか、どっちかだからね。とにかく、とにかくね、そういうことで、しんどいなという感じしてますけどね。なんかね、本当にね、こう、いや本当に2020年っていうのはよくわからない時代になってきましたね、これから。もう当然俺らの時代じゃないんだろうな、多分な。どういう時代になるかっていうのは、逆に言うと楽しみで見てるみたいな部分もあるんだけどさ、ただやっぱり俺らの時代もあったから、やっぱり俺らの時代はこうだったんだよぐらいのことは、そういうジェネレーションとしてはね、ブツッときたいじゃない、ブツ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 ッときたいじゃないね。そんなこんなかな。あとはそうだね、今週は、今週はだからまだ1回ぐらいはやっぱりロングでね、バッチリ散歩を決めたいなと思うんですけどね。どこ行くかは分かんないですけども、でもあんまりなんていうの、もう行きたい場所とかねえやな、ここ行ったらなんかこう癒されるよとかさ、ここ行ったらすっきりするよなんて場所ってねえんだよ、この辺は。
自殺の名称の多摩川ぐらいなもんでさ、ね、多摩川行って、川の向こう側の、ね、神奈川をこう遠くに眺めながらあーってため息つくぐらいなもんでね、うん、まあ、こっちにも面白いところは多分あると思うんだけどね、なかなかね、なんか殺伐としたばっかとこばっかりでね、この前もなんか突然なんか乱闘始まったりして、ここは赤羽かよとかね、足立区かよぐらいだねねえ、まあ足立区なんかも凄まじかったけどね、ここも相変わらずですよ、そういう意味では。なんでそういうところねえあんのかね、不思議でしょうかね、やばいよ、うん、だからそうやって考えて板橋ってのは本当に素晴らしいなと思うよね。なんだろう、あの貧民窟があったところね板橋地区ね、本当にこうどうなんだってね、本当に。あと練馬とかもいいよな、練馬とかな、うん、いやそういう意味ではなんかなんかここはね、オタクはね、うん、そういう感じでね、なんかこうこの時間になってくると少し、眠くなってくるね。もう9時だもんな、9時だもんね、やっぱり午前中に眠くなる時期ですよね、飯食った後。だからここで仕事始まるよね、だいたい9時ぐらいからね、うん、でそれに乗れればいいんだけど、乗れなかったらね、もう一挙に睡魔が襲ってくるって、そんな感じだね、うん、でそこで無理しちゃうとやっぱりがっつり疲れるんだよね。だから寝るときは寝ろよと、まあそれが基本だと思うんですけど、まあそれが非常に難しかったりするんだよな、いろいろと世の中っていうのはね。もう休めよっていうね、寝ろよってね、お前一人寝たって何の影響もねえからっていうね、会社なんかそんなもんじゃね、だけど本当お前一人寝たって何の影響もないって言いながらやっぱり寝てる人を見るのは、他の人から見りゃなんであいつ寝やがってバカ野郎って、お前のおかげで仕事増えてるじゃない、そんなことないから、ね、それはね、もともとね、極端に仕事が多いんだよ。だからそういうやつを見つけてそいつのせいにしてるだけ。悲しいですね、本当に。もっとだからちゃんと考えればね、分かることだから、ね、だからそこら辺のところをやっぱりちゃんと考えないと、なかなかね、あれなんですけどもね、ということでさ、これからね病院で、先生が何て言うのか、ね、なんかちょっとやばそうな感じもしないではないけどな、というか毎回面談の時はね、やばいなやばいなって思うよ、本当にやばいけれども、なんとかなった、あと何ヶ月なんとかなったみたいな、ね、そんな感じだよな。まあそれがまあ一つの区切りかもしれないしね、まあ人生とかいろんな意味です面白いよね、そういう意味ではね。まあ単純に言って、いかようにも解釈できるっていうね、ここがやっぱりすごいところで、まあしょうがねえやなと。あとはもうくたばるときはくたばるから、ね、ということで、今日はこの辺にしておきましょう、これから病院でしっかりと先生の話を聞いてね、さあどうなるか知らんわそんなことは、はい、ということでまたやりますのでね、よかったら、ね、聞いてみてください、YouTube の方でやってます、最近はライブハウスになかなか行けないんで、結構ねごまかし君大会になってますけどね、よろしくお願いします。ありがとうございました。